ありがとうございます。あ、大地さん星ありがとうございます。ありがとうございます。お姫様みたい。今日ね、妹とかが壁を作ってくれて、お母さんとかハッピーバースデー。え、見えてますか？反転してるよね。反転、ちゃんと見えてるかな、わからないけど。トモモさん、ハートありがとうございます。サリキャンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。後ろにある16、うちにもあるよ。え、 16？ これ同じやつ買っちゃった。見えてる。あ、よかったです。ケーキ食べましたか？まだね、食べてないです。うん、目の下のキラキラ可愛い。そう、なんかちょっとつけてみたりしたよ。初めてつけた。なんか私はこのシールを、あれ、なんか飾りとかでね、昔使ってたやつなんですけど、こう顔につけるのは初めてやりましたね。あ、今日22時までできる。そう、できるんですよ。だから2時間配信しようと思います。あ、ケーキ食べました。あ、ケーキ買ってきたよって。優しい、ありがとうございます。なんかね、握手会の時とかにもあのケーキをね、見せてくださった方も結構いて、めちゃくちゃ嬉しかったです。おめでとうございます。ありがとうございます。16歳になった時何してた？え、今日の0時ってことですよね。0時はね、ちゃんとね、起きてました。ずっと起きてて、ジャンプとかしましたよ、0時ぴったりに。で、ね、カレンちゃんもね、一緒にジャンプしたらしいよ。だからね、0時ぴったりの時は地球上にいませんでした。私浮いてました。誕生日おめでとう、ありがとうございます。うん、嬉しい。16歳になりました。あ、そう、これ16。あ、ケイタロウさん、だるま、ありがとうございます。フルさん、タコ、ありがとうございます。あ、ケンちゃんさん、ハート、ありがとうございます。ココロさん、ココロちゃん、ありがとうございます。お誕生日おめでとう。ジャンプしてたんですよ。渋井ちゃん2番で悔しかったんだって。あ、そうね、 LINE が1番に来たのがカヤンちゃんだったんですけど、2番目が渋井ちゃんでした。3番目がハンちゃんで、ね、嬉しかったです。待っててよかった。ね、0時に来るってこんなにも嬉しいんやと思って。生誕祭では自分どこにいるやるの？ああ、何も考えてなかったです。で、生誕祭ね、もうすぐ多分決まると思うので、もし決まったらぜひ見に来てください。まだね、いつかは日程わからないんですけど。いや、しだらさん、花束ありがとうございます。ライドンさん、ハートありがとうございます。大地さん、ペンライトありがとうございます。ゆいな何番？あ、ゆいなは4番くらい。でも0時ぴったりに来ました。めっちゃ優しい、かわいい。しかも身長なんて書いてあったっけ、なんか身長絶対越すぞみたいなこと書いてました。そう、だから私が伸びるしみたいな感じで言いました。そう、ゆいな起きてたのね。確かに0時はね、起きとけるんだ、すごい。夜行性なんかな。あ、5月4日のパジドラ申し込んだよ。わー、ありがとうございます。5月4日には
6期生だけでパジャドラをするんですけど昼夜ねどっちも6期生がやるので、もう研究生公演みたいな感じですね。ぜひ来てください。4日5月4日、ゴールデンウィークですね。わ、アスカ福岡移住計画さん、だるまたくさんありがとうございます。うん、どこにいるって、ここだよね、生誕祭楽しみってまだ決まってないんだけどね、たくさんね来ていただけたら嬉しいな。行く行く、よかった、嬉しい。日曜日だったらいいな。あー、どうなんだろうね。そう、今日はね0時まで起きてたので、ちょっとでも朝はめっちゃ遅く起きちゃったから、まあ実質ちょうどいい時間です、寝たのはあ、つよしさんハートありがとうございます。夜おすすめ、あ、昼夜公演ですか。あね、なんかね夜おすすめって子いっぱいいるよね夜、確かに夜はね、なんかね何するとか言えないけど、ちょっといつもと違う自分を見せれるような気がする。やる、あ、昼もね、あのめちゃくちゃ楽しいと思うんですけど、夜もなんかちょっとねいろいろやるので見てください。あ、天神堂の日程決まったね。あ、そうそうです、あのね決まりました、掲載期間、博多、天神駅に1週間で、博多駅1週間で、合計2週間なんですけどね、ぜひね掲載されたら見に来てほしいです前田のまんさん、さん、だるまありがとうございます。今日のティアラそれいいね、めっちゃ天使だし可愛いよありがとうございます。ティアラね、これは可愛いですよね、お姫様みたい。あ、大地さんハートありがとうございます。テッキーさんハートありがとうございます昼がおすすめの娘もいる。あ、でも昼おすすめします、私も、あ、私はでもね、どっちも来てほしいかな。でもね、多分どっちも楽しいと思います。なんかいつもと違うこともするし、昼夜どっちもね、うん、そう、まあ内容はね言えないんですけど、はい、気が、そういう気がします。ん、リハ、あ、リハ、そのねリハもねしました、ちょこっとだけ、ハジドラのねリハしました、みんなで。あ、トモモさんハートありがとうございます。ピンクゴールド、あ、そう、これピンクゴールドか、かわいい。あ、さやまるを語る詩人になりたくてさん、タコありがとうございます。かわいい、金タコ、銀タコ。今日はごちそうでしたか。え、今日はね、あの家族みんなでお寿司食べました、今はっき美味しかった。あとチーズタッカルビみたいな、あのチーズがいっぱい乗ってるお肉のやつも食べました。タイスさんハートありがとうございます。カレッツさんハートありがとうございます。
カビちゃんおはよう。おはようございます。あ、潰れちゃった、ごめんね。可愛いですよね、カビちゃん。ここにもいるんですけど、あ、ピップちゃん可愛い。風船もね、いっぱいあります。あ、タワー立ててくれたよ、あゆちゃんが。あ、ごめんね、見えなかったかも、すいません。あゆちゃんさん、タワーありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。ん、タワーってどこで見れるんですか？普通に流れてくるのかな？あれ？わかんない。キャラクター見せて大丈夫？あ、大丈夫。え、でも多分大丈夫だと思います。そう、なんかね、ダメなキャラクターもあるんちゃあるんですけど、カビちゃんは大丈夫だと思います。赤くるカレー推しさん、タコありがとうございます。ん、 SP ギフトの履歴を見ること、あ、ありがとうございます。どれだこれ、ん、SP SPん、ちょっと待ってください。ショールームちょっと慣れてなくて。あ、これかな、コメントの横かな。あ、遡るとあるの。ああ、うーん、あ、たくさん皆さんありがとうございます。うん、あ、これか、ありがとうございます皆さん。あ、誕生日おめでとう、ありがとうございます。うん、嬉しい、16歳になりました。ここた、ん、ココハのことしか考えてなくて仕事が手に回らない。手回してください、仕事。いつもお疲れ様です。配信は21時過ぎまでやるのかな。そうです、22時までできますので、え、今日できますよね。なんかもしできなかったらちょっと悲しいんですけど、多分できると思います、16歳になったし。16歳できますよね、よかった、多分できる。君はきっとできる。昨日リサッキーがなんかカラオケ配信してて、あ、カラオケ歌ってていいねって思いました。だからね、私もね、カラオケできるようにほらイヤホン持ってきましたね。後でできたらいいな。ほら、あとこれもね、持ってきましたよ。本当はね、さあちゃんとりさっきと私で3人でね、なんかカラオケ
するときに、もうなんかツンデレしようみたいな言ってそれ作ったんですけど、結局できなかったやつなんですけど見つけました。パリピ、そうそう、パリピ、いや、チク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 です。もうりさっきね、昨日誕生日だったの、1日違いなんですよ。すごくないですか、1日違いちょっとこれ画面じゃない、めっちゃ黄色く見えますね。見たことあるあるか。これね、あれ、これだけが売ってて、あのラメだけつけたんですよ、上からね。ちょっと豪華にしました。リングライト反射してもって面白い。あ、嘘、見えてました、恥ずかしい。あ、森地さん、タワーありがとうございます。見えた、見つけた、これだありがとうございます。あ、大地さん、タコありがとうございます。昨日リサキちゃんも紹介してた、そう、うちもね見てたんですよ、リサキの配信を。それで、あ、私もこれ机の中に入っとるわと思って持ってきました。ライゾさん、誰もありがとうございます。もうリングライトが反射してた、マジかあ、白潤さん、タワーありがとうございます。はるきゃさん、ハートありがとうございます。なんかこれ今から質問コーナーとかしたいな、なんか16歳になったので何かありますかあ、アスカさん、クーマさん、ありがとうございます。ん？6期生に配給されてるの、そのパリピサングラス違いますよ、作ったんですよあ、カレンレンいる、うそ、カレンレン、ヤッホー、え、カレンちゃんどこにいた、全然見つけれなかった。あれ、カレンちゃん見てるの、やった、ヤッホー、一番やった、 LINE とか、 LINE も一番やったです。そう、なんかね、誕生日なる、あ、誕生日じゃない、間違えた、0時なる直前までずっと LINE してて、そう、緊張するって、0時緊張するなとか言ってたんですけど、はい、無事迎え入れましたクレンレン、さっきまで配信してたよ、あ、してたんか、見に来てくれたんだね行きたいところはありますか、あ、行きたいところ、でもいろんなところ行きたいな、どこだろう、なんかハワイとか行ってみたいあ、こういうのつけて、ハワイ楽しそう、なんか海とかさ、プールとか行きたいな。世界一周しなきゃね、そうね、世界一周とかもね、あ、とかもね、楽しそうだよね。なんか外国行ったことないんですけど、なんか英語とか喋れたら喋りたい、英語勉強しないと、それなら、うん、お誕生日おめでとう、ありがとうございます
ライドさんハートありがとうございます。なんかお誕生日って緊張しますよね。なんかわかんないけど、いろいろ。あ、にゃおんさんピンクのクマありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。もうなんか実感なかったんですけど、16歳になった実感が。でもなんか朝起きたりした時にめちゃくちゃおめでとうっていうねコメントとか見つけてめちゃくちゃ実感しました。ありがとうございます。本当に英語成績どうですか？英語ね、成績ね、なんかいい時はめっちゃいいんですけど、悪い時は悪いです。単語テストとかができない。文法やったらいけますね。なんか単語を覚えないといけないからね。なんか誰か通訳さんとか欲しいな。英語が得意なファンの人に通訳お願いするしか。そうね、ハワイ行くとき誰か連れてついてきてください。英語得意な方で。ん、グッチ千代は定着してますか？あ、グッチ、グッチって呼んでる人ね意外とねいないんですよね。誰がいいかな。グッチ、イクノちゃんとかヒーロちゃんとかグッチ、ザワちゃんとか。グッチって呼んでくれます。結構いた。あ、ケイタロウさん星ありがとうございます。いつでもルート教えてあげるからね。ね、ルート一番難しくて本当にわからないので教えてほしいです。ん、ココちゃんの子供の頃の将来の夢は何でしたか？あ、子供の頃の将来の夢、子供の頃の将来の夢、はなんかアナウンサーとか言ってましたね一時期。アナウンサーと、あのケーキ屋さんとアイスクリーム屋さんと、あとでもダンスの先生とかも言ってました。そう、ダンスの先生って言ってたんですけどね。うん、とかなんかメイクアップアーティストとかなんかコロコロ変わってましたね。ん、えぐっちゃんが一番多い呼び方だと。あー、そうですね、えぐっちゃんかな、結構えぐっちゃん。うん、でも学校の子とかは全然えぐっちゃんじゃなくてココちゃんとかなんですよね。そう、 HKT の中ではえぐっちゃんとかグッチとかが結構多いんですけど、まあまあまあ。グッチッチ。赤くるカレー推しさん星ありがとうございます。クラウスさん応援してありがとうございます。え、アナウンサー似合いそう？本当ですか？なんかでも私滑舌が今もだけどなんか悪いので、あんまりあの早口と言葉とかさなんか難しくてできない。生麦、生ゴミ、生卵、カエルピコピコ、ミピコピコ、合わせてピコピコ、ミピコピコ。まあ言えるけどね。大地さんかわいい、ありがとうございます。そう、ココがね、あ、そう3人いる、確かに滑舌がね悪いんで。そう、あのなんか公演のね、あの初めに言う時のあれあるじゃないですか、あの私が
皆さんこんばんは、HKT48 ですっていうやつがある、ね、私が時々言わせてもらってるんですけど、そこが結構滑舌悪くて、あのね、いつも噛んじゃうので、ちょっとね、今度から噛まないように頑張ります。第1回のショールームで腹式呼吸が言えない江口くこはさんのリベンジをしてください。わあ、懐かしい。なんか私がショールーム初めてやった時に、なんか腹式呼吸って言えなくて、ね、今は言えてますよね。腹式呼吸、腹式呼吸、腹式呼吸、ほら言えちゃった。成長しましたね、1年で。安成さん、ケーキありがとうございます。ともまさん、お疲れありがとうございます。おっとっとっと、おっとっとって言っとったとに、なんでとっとってくれんかったとって言っとっと、難しい、これ言えないよね。渋井ちゃんめっちゃこれ言ってますよ、上手。おっとっとって言っとっとに、なんでとっとって言ってくれん。ダメだ、司会が難しいからね。難しいですよね。そう、話すことが結構あるので。森津さんだ、団子じゃない、間違えた、だるまありがとうございます。ね、緊張した時の対処法ってある？緊張した時の対処法、対処法、緊張な和らげる方法ってことですよね。なんかありましたっけ、緊張。ああ、でも私はなんか変顔とかしたりしたら、なんか意外と緊張和らげますよ。ちょっと皆さんもしてみてください。本当に緊張するときに、ちょっとなんかいつもと違くしたら、自分を、ちょっとは和らげれる気がする。もうダメだ、滑舌。赤ココハ、青ココハ、黄ココハ、え、むず。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。16歳、高校生になっちゃった。公演前の変顔。最近はしてない、してないと思います。そう、みんなの前では絶対しないので、もし見たい方は HKT のメンバーになってからでお願いします。はい。仕事中は変顔できんな。確かに、でもマスクの下とかマスクつけてるからね、つけてたらあれかも、見えないかも。あ、メッキーズさん、ピンクのクマさん、ありがとうございます。かわいい。おしゃべり会で変顔リクエストあり？でも1対1だから OK です。まあでもなんか可愛くないかも、だからちょっとあんまり期待しない方がいいかもです。ん？ 6 期生の中では年上の方？あ、私はね、年上なのかな？でも、なんか中盤？あ、中盤じゃない、中間ら辺ですね、多分。ちょうど真ん中ら辺やったような気がします。そう、平均年齢14歳みたいな。私も入った時が15か。まあ、ギリ14と15ぐらいだったので、だいたいそのくらいでしたね。そう、真ん中ですね。年上って感じしないですよね。まあでも16歳になるので、今日ね、わさび食べました。そういえば寿司、お寿司食べたんですけど、あの、わさび立ててみました。あ、わさび食べてみました。あ、メッキーズさん、クマタワーありがとうございます。ごめんね、言えてないのがいっぱいあるような気がする、ごめんなさい。あ、
ひろたんさん、ハートありがとうございます。ツンってならなかった？あんまり、ちょっと少ししかつけてないから意外といけました。美味しかったです。びっくりした。いつもなんか食わず嫌いみたいなしてたんですけど、なんか16歳になったし食べてみようと思って今日つけてみたんですよ、お寿司にね。したら意外と食べれました。そう、大人になりましたね辛いの好きと辛いのね、なんかめちゃくちゃ辛くなければ食べれる。トッポギとかツンってね、まあちょっとだけなったかな。慶太郎さん、ピカピカありがとうございます。何の寿司ネタが好き？サモン、サモンとエビ大好きです。めちゃくちゃ好き。キムチとかも無理？え、キムチはねめっちゃ好き。キムチ納豆とか本当大好き。マサルさん、ピカピカありがとうございます。ココハちゃん、ブラックコーヒー飲めるんだっけ？大人だから飲むのかな。ブラックコーヒーはね飲めないな、まだでも飲んだことないだけかも。意外と美味しいかもね。ちょっと今度挑戦してみます。初見です、お誕生日おめでとう。わー、ありがとうございます嬉しい、祝ってもらえて。くじまささん、タコありがとうございます。ココタンが目指すアイドル像とは、アイドル像とは、あー、ココタン私が目指すアイドル像、そうですね、みんな憧れてますね。くるみさんとかザ王道アイドルみたいな私はそれが好きですね。そうなりたいです。まあ分かんないけどそう、まゆさんとか、まゆさんとか、なぎささんとか、なたさん斉藤なぎささんとか可愛いですよね。めちゃくちゃ憧れますみんなを笑顔にできるアイドル いつかバナナスムージーの CM 出たい。うわあ、なんかそうですね、私の好きな、私結構バナナスムージーっていうスムージーのねあれが好きなんですけど、めちゃくちゃ飲んでたらねいつかお仕事来たら嬉しいな。あ、ゆきひらさん、ハートありがとうございます。やすのりさん、かわいい、ありがとうございます。もん、王道アイドルと同じすぎたね、かわいいですよね私もそういうの好きです。大地さん、お手紙ありがとうございます。あ、そういえばお手紙なんかロッカーにまた届いていました。ありがとうございます、皆さん見ましたね、嬉しいです本当に。なんとかの 何日の公演見に行ったよとかいろいろ書いてあって嬉しかった。この前のパジャドラ見てココちゃんのこと気になってる、わらわら。嬉しいです、公演見て気になったって言ってくれる方ね、ちょこちょこいて嬉しいもっと気になってください。えらい、あ、トンゴさん、えらい、ありがとうございます。初ファンレター送っちゃおうかな、わぁ嬉しいな。
オイラはツイッター見て気に入ったよ。おお、あ、気になったよ。嬉しい。全部嬉しいです。もう16歳になったんだ。自分ではなんか次の公演とかで、あの高校1年生16歳って多分言うと思うんですけど、それね、忘れないようにしないとですね。いつも間違いますよね、多分。なんか中学3年生15歳のココちゃんこと江口ココハですって言ってたんですけど、もうね、年齢変わったので、まあなんか皆さんもし間違えてたらね、ちょっとそっと静かに言っててください。16歳って16歳のとかやってみたいな。くるみさんも一生間違えてたから大丈夫。でいつも、あ、いつもじゃない、なんか高校3年生って言ってたみたいな、もう何回も聞いたことあります。次は1かな、あ、次の公演は26日です。パジドラ26日に出ます。その時にね、ちょっと間違えないように頑張ります。ね。間違えそう、まあ、ちょっとそこを皆さん注目してもらえたら嬉しいです。あ、チャンリーさん星ありがとうございます。フルさん、タコありがとうございます。森崎さやちゃんみたいに名前忘れなければ大丈夫。いや、さやちゃん忘れてて可愛いって思う。うん、なんかメールとかでも、あ、また忘れちゃったみたいなの書いてて可愛いって思った。名前ね、名前って、あ、でも忘れるよね、忘れちゃうよね。ん、クルタンとココちゃん公演中見間違える。え、本当ですか、嬉しい。私は見間違えるか、マネージャーさんも間違えてたみたいな言ってて、あ、本当かって思いました。アスカさん、ケーキありがとうございます。大地さん、銀だこありがとうございます。あ、金だこだ。シロジュウさん、かわいい、ありがとうございます。ココちゃんロックもしてるから大丈夫。ロックもしてるの。でんでんでん、え、いいかな、なんか私これちょっと見せたいものがあるんですけど、見せていいですか。いいですかね。あ、和尚さん、和尚さん、ケーキありがとうございます。塩さん、クラッカーありがとうございます。じゃあちょっと今から見せたいものを見せます。いけます、何かな。え、いいよね、見せますね、せーの。あー、ケーキ作ってくれました。妹がちょっとこぼしそうで怖い。かわいい。ハッピーバースデー16って書いてあります。ね、すごいよね。あ、作ってくれました、ありがとう、ありがとう。かわいい、すごい。私のチームカ、チームカラーじゃない、なんだっけ、ペンライトカラーの、あの水色とピンクをあれ、なんか使ってくれて、え、すごいですよね。妹が作りました、天才や、確かに。ありがとうございました。そこにいるんですよね。ね、すぐ後で食べます。ちょっとね、切って食べたい。ね、手作りケーキすごいですよね。
最近いろいろ作ってくれて、パンもね作ってくれて、今日の朝ごはん食べました。水色はクリーム？スポンジ？多分クリーム。かわいい。夢かわみたい。あ、はい。あ、ちょっと渡しました。ん？妹もダンスすごいですか？ダンスすごい？ダンスすごいですか？妹はね、ダンスやってないって言ってます。あ、今食べないんかい。そうね、ちょっと食べようかな。わかんないけど、まだちょっと待っててください。ね、すごいよね。あ、自慢の妹、そうです。あ、とももさん、ハートありがとうございます。森保さん、ハートありがとうございます。妹出演して、だって。あ、なんかちょっとちょっと待っててください。ちょっとなんかみんなやってくれるみたいです。ありがとうございます。え、ちょっと待ってね。あのサングラスでやってみたら。え、サングラスかける？いや、あ、かけようかな。あ、ずり落ちちゃう。はい、じゃあ皆さん静かにしてください。あ、私、はい、いきます、せーの。ハッピーバースデートゥーユー、あ、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとうございます。ハッピーバースデーディア、井口ココハちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。え、いいです、いい、いきます、せーの。待って、消えない。あ、消えた。あ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。なんか動画も撮ってくれた。ありがとう、優しい。なんかちょっと電気暗くしたりしました。ありがとうございます、ありがとう。すごい、ケーキまで作ってくれて嬉しい。ありがとうございます。16歳になりました。ろうそく曲がってる。え、なんか可愛いですよね。おしゃれなろうそくでしたね。あ、歌も歌いたくなってきた。ちょっとカラオケとか。嬉しい、すごい、皆さんありがとうございます。え、妹、ん、妹推しにします。いいですよ、2人いるので妹。飾り付けも妹ちゃんがしてくれたの？そう、みんなでしました。これなんか浮いてる。ああ、ありがとう。ゆいなと同い年の方はもらった。もらったって。ゆいなと同い年の子もいますね。あ、大地さん、ペンライトありがとうございます。安まりさん、くまちゃんありがとうございます。そう、全員女子なんですよ。フルさん、タコありがとうございます。なんか持ってきてくれるみたいです。
ありがとうございます。わあ、ありがとう。ケーキ1個分にしてくれました。かわいい。すごい、いちご入ってる。チョコケーキだ。すごい、かわいい。食べようかな。食べてもいいですか？チョコレートケーキ。すごい。食べていい？食べますね。いただきます。ちょっと食べちゃうよ。すごい。あ、難しい。いただきます。おいしい。チョコだ。おいしい。おいしい。おいしいです。ちょっといちご食べちゃおう。すぐ食べます。すごっ。もうこれお店を売り出せるよ。美味しいです。みんなに食べさせてあげたい。あんくださいだね。マジか。あげない。青い部分何味？青い部分何味？生クリーム。同じ。すごい。じゃあどう食べようかな。美味しいです。ありがとうございます。美味しい。普段妹ちゃんとはどんな会話する？どんな会話する？普通の会話。兄弟の会話かな。美味しい。ちょっと待って、食べよう。いいよ。美味しい。幸せです。お寿司も食べて。あ、いいよ、暗くても。誕生日みたい、暗いから。1万点こうか。おいしい。あ、これは1だ。16の1。食べますね。まず10歳からね。あ、チョコだ。あ、暗かったらホラーみたいですね。おいしい。あ、ケイタロウさん、クマさん、ありがとうございます。あ、6歳になっちゃう。ほんとだ。まあ、6見える？見えないかな。6だけあるので食べちゃいます。6。ありがとう。すごい、かわいい。夢かわですね。すごいかわいい。
多分もぐもぐ配信になっちゃう。美味しいです。これつけちゃおう。ん、そろそろ9時やけど今日はお休みせんでいいね。そう、今日ねもう22時まで、今日から22時までできるので、あとでカラオケもしたいな。なんかいろいろ難しい、これなんかなんかやってほしいこととかありますか。誕生日なので何でも、あ、何でもはちょっとダメけど。ダンス、ダンス。ここでできるかな。あ、腕のウェーブぐらいだできそう。慶太郎さん、だるまありがとうございます。飛ぶななさん、タワーありがとうございます。あ、ベンジャミンさん、タワーありがとうございます。ともちゃんさん、ハートありがとうございます。ね、ウェーブもう一回見る。なんかちょっと下手くなっちゃった。なあ、猿腕だっけ。ああ、なんかね、私も猿腕って猿腕なような気がする。ここで今見えないけどね、超難しかった。そう、お披露目で中さんとそう一緒にやったんですよ、これをね。本当に素敵な思い出です。この前ね、あのパルダーの必殺テレポート2曲目、初めのね2曲目でなんかソロダンスとか1人なんかなんだっけ、1回ずつ、まあ、交代交代日によって変わるんですけど、なんかソロダンスできるところがあって、なんかみんなわーいとかする時とかそういうやつなんですけど、その時にこの腕のウェーブもねやったりしてみました。結構いつだったかな、結構前かも。もう1年になるのか。そう、なんか私のね誕生日の日にあの合格発表があったんですよ、去年のね4月24日にあの合格発表があって、だからちょうど今日1年で合格してから HKT48 にね、すごいですよね。うん、合格1周年おめでとう。うん、ありがとうございます。ね、6期生みんな合格1周年、すごい1年でいろいろことありましたね。そう、運命の日。去年はねめっちゃね緊張してたんですよ。で、今日今の時間、去年の今の時間は多分合格決まっ、何時ぐらいだったかな、合格したの。多分もう合格したよって言われた時間だと思います。今はすごい緊張してましたね、多分去年はね。もうちょうど1年なんですよね、あっという間。合格してくれてありがとう、出会ってくれてありがとう。うん、ありがとうございます、こちらこそね、皆さんと出会えたことがすごい運命だ。すぐ家に電話したん。
え、しました。そう、電話な何したかな、合格したよってなんか、うん、 LINE したお母さんに。まああんまり覚えてないかも。うん、で友達にも言って、うん、友達じゃない、間違えた、うん、友達、お母さんとなんか家族 LINE にね言いました。ね、ドキドキでしたね、本当に。レモンの緑の子に目が止まった俺を褒めたい。あ、レモンの年頃歌いたいな。え、カラオケもうしよっかな、早いかな、どうしよう。なんかレモンの年頃とか歌いたい。入ってるか。じゃあちょっとケーキ食べてからしようと思います。ちょびっと、で最後に盛り上がるために、そうね、最後ラスト30分、そうですね、ちょっといろいろお話ししましょう。うん、もう21時になる。これでできなかったらちょっと悲しいけど。ね、もう2セット公演やらなくなっちゃったから、もうすることなくなっちゃうかなと思うんですけど。ね、いつかまたできたらいいですよね。あ、トモモさん、タワーありがとうございます。ま、え、待って、21時あと2分ですか。切れたらやばいですね、ちょっとドキドキ。え、もうなったかな、待ってね、あとちょっとか。本当はね、昨日のね夜の11時とかで、あのね、年越し配信とかね、年齢的にできないけどいつかやりたいですよね。それぐらいできる年齢になったらやってみたい。あと1分で21時、やばい、誕生日で緊張する。いや、それは嘘や。あ、どんちゃんさん、タコありがとうございます。ドキ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 。あ、なった。あ、よかったよかった、やった、バランスがよかった。イエーイ、皆さん乾杯しましょう。乾杯。よかったよかった。よし、じゃあこれから21時までねできるので。嬉しい、なんか。よかった、おめでとう、よかった。あ、おいさん、たまありがとうございます。よかったです。おめでとう。よかったよかった、もう16歳になりましたね、これで実感したよ、ちょっと。あ、大人確定、やった、イエーイ。嬉しい。うん。16歳って結構、15歳から16歳って結構変わりますよね、私的にはね、結構変わり変わる気がするんですよね。でも何ができるのかな、16歳になってから。ショールーム22時までできると、そう、あ、そうだ、お話し会がね直接行けます、楽しみ、本当に。見た目も1日で大人になったね。
本当に？よかった。大人っぽくなったなら嬉しい。まだ私にとってはずっとバブだよ。バブか。なんかななかちゃんにもね言われた LINE で、赤ちゃんがなんだっけ、16歳なのに16歳の誕生日おめでとうって言われちゃった。6歳じゃないよ。まあまあまあ16歳です。身長伸びたらいいなね。この前測ったりしたんですけど、みんな測っててね、6期生の採寸があったので測りました。あさって16歳初公演だね、楽しみにしてる。わー、ありがとうございます。私も楽しみ。ゆいなに負けるな、それをね心に刻んできます。ゆいな絶対伸びそうな気がする。いくのちゃんもめっちゃで、ね、伸びてる。なんかもうななかちゃんよりも高いし、絶対今シーズンになるなあ。あ、おみさんタワーありがとうございます。こんごうさんタワーありがとうございます。とももさんタワーありがとうございます。たらふくさんクラッカーありがとうございます。ふるさんタコありがとうございます。はんちゃんも大きくなりそう。確かにはんちゃんもね、なんかなんだっけ、オーディションが同じグループだったんですよ、はんちゃんとね。だからはん、あ、そう、あのなんか一回話したことあるんだけど、はんちゃんと背が同じくらいだったから、なんか同級生ぐらいかなと思って初めて話しかけた人がはんちゃんだったんですけど、それはんちゃん小学生だったからびっくりした。でこんな大人っぽい小学生いるんやと思って、私とね結構年も3歳ぐらい違くてびっくりしました。今はねもう全然高くてびっくりしてます。ライドンさんクラッカーありがとうございます。目指せレイヤちゃん。ん、リサキちゃんは結構後から仲良くなったの？リサキちゃんはね、でもね合宿とかは同じグループ、ゼストで仮合格した後に同じグループになって、うららちゃんとリサッキーと私とひなたんとゆいなと私で6人グループみたいになって、ボイトレとかも一緒にしたりした時に結構仲良くなりました。一緒にお弁当食べてたり、そのまだ合格してなくて仮合格の時にご飯隣で食べたり、いっぱいお話ししました。そう、ね、合宿の時のメンバーとね、もうゼストの時はちょっと変わるから。え、はんちゃんいる？はんちゃんやっほー、いるの？見てくれてるの？ありがとうございます。LINE もありがとう。はんちゃん3番ぐらいやった。嬉しかった。はんちゃんいる？いや私コメント見つけれてないんだ。どこにいるんだ。どこにいる？ココペもさっきツイートしてたよ、ツイッター。見たい、ありがとうココペ、嬉しい。後で見よ。あ、ここだよ、いた、はんちゃん、かわいい、くるみちゃんだ。はんちゃん200日おめでとう。配信今日ね200日、あ、200日だよねって言ってた。おめでとう。ここだよ、ドキ公演楽しみだね。楽しみ、今からドキドキね。5月4日なのでぜひ来てください。
あ、テロップ書いてみよう。16歳になりました。ね、200日ってすごいよね。本当に毎日できるのすごい尊敬する。ありがとうってかわいい。誕生日動画載せたらココッペからいいね来てびっくりした。ココッペ優しい。私も後で全部見ます。ありがとう。いっぱいなんか動画とかも作ってくれてたり、画像とかねちょこちょこ見ました。嬉しかったです。もう全部保存したい。あ、とぶななさん、くまさん、ありがとうございます。こんばんは。生誕いつだろうね、いつだろうね。あ、たらふくさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。画像を作るスキルなくてケーキです。いや、どうでもない。ありがとうございます。本当にもう応援してくれるだけで嬉しいです、私は。ね、皆さん優しいです。ね、生誕公演でしたユニットある。あー、それね、あー、そう、でもね、まだね、考えてる。もうね、何やるかは決めてるので、まあちょっと今もまだ練習してないけど。ね、秘密のことをしようと思ってます。生誕祭ではまだ何も言えないけど。ね、楽しみにしててください。5月4もなんかみんな新しいことに挑戦すると思うので。秘密だよ。そうよ、秘密よ。楽しみ。私も楽しみ。なんでしょう。うん、おいしい。楽しみにしてください。教えてください。ダメです。うん、いとこちゃんからおめでとうは。あ、いとこちゃんからね、あのね、誕生日おめでとうの動画が来たんですよ。本当に可愛くて、なんかココちゃんお誕生日おめでとう、お仕事頑張ってねって言ってくれたの。可愛かった。もう動画すぐ保存しちゃった。うん、可愛すぎて、もうやばかった。天使たちでしたね。そう、動画ください。いや、ダメよ、私は独り占めするんです。そう、本当に可愛かったもん。もうそれさ、見るだけで元気出る。そう、クリームパンのいとこだよ。なんか手がムチムチしててクリームパンだからクリームパンのいとこって言ってるんですけど。なんかね、メールとかでちょくちょく出てくる時もあります。そう、本当に可愛いの、天使なの。たらふくさん、タコありがとうございます。クリームパンのいとこなん。そう、そうなのよ、クリームパンのいとこだから。まあ、メールにちょくちょくね書いてます。本当に可愛くて大好き。
生誕祭のお手紙その子だったりしてその子お手紙、うん、文字書けるのかな、結構文字書けるか書けないかぐらいちっちゃい子なので可愛いです。顔似てる？似てないかな、なんか妹とはね似てるって言われる、なんか友達とかから、けど私的には分からない、そんな似てるのかなみたいな、後ろ姿とかが似てるって言われる。そう、めっちゃ赤ちゃんなんだよ、本当によちよちしてるくらい可愛いの。最近会えてない、しかも夢で今日出てきたんですよね。ちょっとなんか寝た時に夢でいとこ出てきてめっちゃ可愛かった。お母さんには似とると？お母さん似てるのかな、お父さんの方が似てるって言われます、多分おばあちゃん、誰だかな、ひいおばあちゃんに似てるって昔は言われてた時もありましたね。もしかしたらパッと見あお母さんだとか分かったりするのかな。どうなんだろう。あ、ゆみちさんバラありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ふむきゃんさんハートありがとうございます。今日ファンの皆さん、ココちゃんの夢でできそうだね。出てきたりすることってあるんですか、ちょっと気になる、皆さんの夢とかでなんかメンバーが出てきたよとかあるのかな。私ね、あんま夢見ないタイプなんですけど、今日はね出てきた、なんか夢見たい、私は。あ、まだ出てきたことない？あ、出てきたことないか、いやそうだよね、出てこないよねあんまり。あ、あるんだ、あります、本当に。面白い、メンバーさんよく出てくる、おーいいな、私もみんな出てきてほしいな。出てきてくれたら出演料お支払いします、マジ。そっかそっか、まあ大丈夫です、私は。出てきてほしいです、皆さんね、夢に入りたいな。でも夢見やすかったら眠り浅いみたいな言うのありませんけ、わかんないけど、夢見ないほど眠りが深いみたいな、まあ、わからないけど。あ、夢に出てきたら気になることある、あ確かに、なんかこの前のオンラインの方もなんか夢に私が出てきたらしくて、それでなんか気になったみたいな、夢の私に出会って気になったって言ってた方がいたから、そういうので気になってくれる方もいるんだと思ってびっくりしました。ケイタロウさん星ありがとうございます。そう、まあ皆さんで、ね、私が、ね、出てきてくれたら嬉しいです。とぶななさん、かわいい、ありがとうございます。
マサヨメになるかもと思ってオンライン申し込んだのかも。それだったら嬉しいな。夢ってマサヨメ、あ、なんだっけ、あ、忘れちゃった。なんか誰かが夢の話してて、最近マサヨメになるんだよねって言ってて、誰だったかな、メンバーの誰かがなんか夢で見たことこっちでも見たことあるんだよねとか言ってて、怖って思いました。忘れちゃった、結構最近なんだけどな、あれ昨日だったかな。ん、リチャキハッシュタグ間違えてて可愛い。間違えてたの、見たいな、リサキっぽい。うん、タラフクさんタワーありがとうございます。大地さんハートありがとうございます。風船で遊びたくなってきた。かわいい色。イサキは江口ここ生誕祭2023って間違えてた。かわいい。ここやん、ここちゃん。歯が入ってないんだね。かわいい。縮小したい。待って、風船近づいたらなんか響いてます声が。一文字抜け取る。ナイジさんハートありがとうございます。カラオケしようかな、迷う。あ、見て、そういえばかわいいピンです、見つけた、手作りの。あれ、ちょっと待って、光っててよく見えない。かわいくないですか、これピンなんだよ、これってつけれる、かわいい。あとこれもガチャガチャ。かわいい。ん、ココちゃんは風船割れるの怖くない？あー、私は意外と大丈夫なんですけど、なんだっけ、なんだっけ、なんか怖い、あ、そう、 HKT のトットートチャンネルでなんかこの前風船割れるみたいな、こう制限時間内に答えを言わないと風船がどんどん大きくなってて、破裂するよみたいな企画があって、あれで私もね、その時その空間にはいたんですけど、動画には映ってないけどね、その時はちょっと怖かったです。めっちゃうわーって大きくなってバーンって、それね、びっくりした。でも今はね、多分これ割れないから大丈夫。怖い、やっぱ。一番ピンク色が好きなの？そうですね、ピンクかな。ピンクも好きだし、水色も好き、どっちも好き。あ、そう、イクノちゃんがね、めっちゃ風船割れるの怖がっててね。怖がってた。そう、あと渋いちゃんかな、なんかどっちも苦手らしくて。プーリーハマチさん、タコありがとうございます、ね、めっちゃビビってましたよね。いや、油断してたら、いや、これは絶対割れないはず、大丈夫だよ。ん、ビリビリペン、あ、ビリビリペンね、ビリビリペンね、あれね、どっちもビリビリしましたよ。ちょっと今だから言えるけど、なんか本当はね、博多誕生会でやった時になんかビリビリペンを2本もらって、どっちかはつかない、電池抜かれてたらしくて、でも私的にはどっちもビリビリなって、うん、びっくりした、なるんだと思って。
宝石さんハートありがとうございます。ベッキーズさんハートありがとうございます。ね、まあ風船苦手な子多い。確かにそうですよね。ん、ビリビリペンまだ持ってる？博多誕生会のあれね、持って帰るの忘れちゃったまだ事務所にありますね。ビリビリペンね、ちょっと怖い。え、でもね、慣れたらいけましたね。いつか欲しいな100均とかに売ってあるのかな。ありそうな気がする。そう、両方ともねビリビリなったんですよ。なんでだろうって感じなんですけどふふふ。告白やっぱ緊張した。博多誕生会、あー、あれ緊張しましたね。すごいなんかでも漏れるライトみたいな前でやってたけど、もうなんかそこに行くまでが本当に緊張しました。言ってる時も緊張したけど大地さんハートありがとうございます。心さん、心ちゃん星ありがとうございます。足つぼマットでダンスは大丈夫でしたっけ？え？足つぼマット？あれあんまり痛いやつですよね。ダンス絶対痛いよそれは。やったことないからわからないけど、多分できない。白純さんハートありがとうございます。ね、あのペンね。え、ビリビリペンやったことありますか？私ね、あれ初めてやったんですよね。人生で初めて。ね、あんな感じなんだと思って。すごい新感覚みたいな。新しい体験しましたね。ビリビリは苦手。あー、どんな感じ？なんかここら辺がビリビリする感じまあまあまあ、あのね、すごい初めはびっくりするけどね、慣れると思いますあ、フルさんタコありがとうございます。キリキリさよならが言えないよ、強がってるもんな。涙の方面表面張力この前ね踊りました。懐かしい、懐かしいですね。カラオケしちゃおっかな。もう歌いたくなってきた。いいですかね、歌っちゃいたい。歌いたいな。リトちゃん、あ、そう、まだ秘密だけどね、いつかできたらいいですよね。またね、ワクワク。カラオケじゃしよっかな。しますね、ちょっと充電器外します。何歌おうかな。何歌ってほしいですか？なんか誕生日、あ、そうね、何がいいかな。レモンの年頃とか歌いたい。充電何パーぐらい？今見えない。どうなんだろう。でも多分見た、72% でした。大丈夫大丈夫。歌っていいかな。歌おう。あ、君はもっとできる。歌いたい。君はもっとできる歌おうかな。え、聞こえます？じゃあやりましょう。カラオケ配信スタートです。なんだっけ、どれだっけ。ちょっと待って、久しぶりだからね忘れちゃった。
あ、あったカラオケありました、ありました。あ、シュー、かわいくてごめん。じゃあ1個目は君はもっとでき、君はもっとできるね。歌えるかな。ここマイク。君はもっとできるにしよう。あるかな。あ、でもなんか昨日美咲歌ってたような気がする。あ、あれあった、ありました、ありました。え、キー上げる。君はどうしよう。このままでやってみましょう。よしよし。じゃあ行きます。あー、響いてる響いてる。イコールでつけようかな。君はもっとできる。あ、君難しい。君はもっとできる、今よりももっともっとで
ありがとうございます。君はもっとできる、いい曲ですね。難しかったすごい。何しよっかな次。え、これマイク遠いかな、どうしよっかな。これ手につけずに耳とかにかけたらいけるかな。難しいね。君はもっとできる、なんだっけ、もっともっとってなんか皆さんが公演の時に言うのめっちゃ好きです超好き、こう一緒に盛り上がってる感じが好き。何しようかな次。何しよう。あ、レオの突然、あ、でもね、どうしよう。あ、突然ルーラムミーいいですね。じゃあ突然ルーラムミーしようかな。あるかな。めっちゃ好きです、かわいい。合宿の時もこれ歌ったんですよ。あ、合宿じゃない、間違えた、オーディションで歌審査があった時にやりました。この歌を、あれ出てこないかな。あったあった、よしよし、オッケーあれ間違えた、やろうかな、いきます。あ、ひ、あ、やI'm not afraid to die.
わいい曲。いやーありがとうございます。ルーラミーありがとうございます。イエーイ楽しい。なお歌おうかな。たくさん音符ありがとうございますね。ダンス踊れたらいいよね。踊りたいよね。あ、おしゃべりジュースボックス、あ、ジュークボックス、私それめっちゃ大好き。それあるかな、ちょっと見てみよう。なんかないやつもね時々あるから。あ、ないかも。あるかな。あ、ないか。あ、メイクノイズメイクノイズね、踊りましたねこの前。なんかコール、あ、コールできる歌、コールできる歌。あ、B さん。夏が来る気配は昨日より眩しい青空。あ、最高かよ。あ、なんで、でもなんか全部歌いたい。最高かよ歌おうかな。最高かよにしよう。大好きです。あるかな？え、あったー。なんかお気に入り登録もできるらしい。すごっ。じゃあ行きましょう。Fire! Fire! 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 Fire!
最高かよ。ね、皆さんコールとかできてますか？楽しいね。次何しようかな。ね、いろいろ曲あるし。ミニスカートの妖精、ミニスカートの妖精あるかな、ちょっと見てみよう。ミニスカートで、ミニスカートの妖精はボイトレとかでも時々やってもらったので、あった、歌おっかな。ちょっとね、いろいろね、公演でも歌ったのでできるかな。ちょっとエコーマックスでやってみよう。I'm not afraid to die.
ありがとうございます。テテレレレテレレレテレレテレレレレテレレレレレレレ、何歌おうかな。あ、とめぞうさん、サワーありがとうございます。たくさん音符もありがとうございます。楽しい。なんか久しぶり踊りましたね。最近やってないからね、前座。何がいいかなあと何曲ぐらい歌えそうかな。あと10分、どうしようラストぐらいかな。ラスト何歌った方がいい。え、どうしよう、あと10分だ、早いね。どうしよう。最後も目撃者いいね。得意な曲、ここちゃんの思い出の曲とか。波音のオルゴールとか合宿で歌ったしあるかな。え1年ぶりにちょっと歌ってみたいかも。波音のオルゴールありますかね。あるかな。あ、なかったなかったか。じゃあ他のにしよう。あ、大人列車いいですね。あ、白いシャツ、あ、確かに。あと1曲どうしよう大人列車歌おうかな。好き、大好きだから大人列車にしよう。ラストはねあるかな。ありそう。一回歌ったことありそうだ。あった、よし。動き出したシャリン、さあ行きましょう。わI'm not afraid to die.
がとうございます。じゃあランキング読みさせていただきます。楽しかった。いきます。13位、金剛さん、ありがとうございます。12位、飛ぶ奈々さん、ありがとうございます。11位、たらふくさん、ありがとうございます。10位、慶太郎さん、ありがとうございます。9位、あたりさん、ありがとうございます。8位、ふるさん、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。7位、ともももさん、ありがとうございます。6位、おみさん、ありがとうございます。5位、しろじゅんさん、ありがとうございます。4位、メッキーズさん、ありがとうございます。3位、もりちごにちさん、ありがとうございます。2位、だいじさん、ありがとうございます。ここちゃん16歳おめでとう、ありがとうございます。そして第1位はにゃおんさん、ありがとうございます。楽しかったです。おめでとうございます、ありがとうございます。16歳も内口ここちゃんもよろしくお願いします。楽しかったです、2時間ありがとうございます、来てくださり楽しかった。じゃあ16歳もねよろしくお願いします。それではおやすみなさい。最後になんか写真撮るかな。じゃあ潰しちゃった。かわいい、ありがとう、ずっといてくれて。じゃあお疲れ様でした。また明日からも頑張りましょう。おやすみなさい。またねー。